あなたも網はお持ちでしょうか。そりゃ海で釣りを始めた時に揃える道具では割と後回しですよね。そんなイカもバラシが多くなってくると網は欲しくなりますよね。網があるからといって釣れるわけじゃありませんが、できれば用意があった方がいいでしょう。少なくとも今回のような釣りをするのなら。今回はちょっといつもと違う釣りです。飲ませずり仕掛けを作ってイカを狙ってみましょう。通常ならこのようなスッテやエビを使って釣ることが多いですけど、もっと楽に簡単に確実に釣りたいなら餌をつける方が釣れるのではないでしょうか。これでどう？なんといっても本物の魚を餌にして、しかも泳がせて釣ろうっていうんですからね、釣れないはずはありません。もよろしくね。しかもシーズン的に餌は釣り放題なんで、コストもかからず経済的、最悪小魚のお土産付きですから、カルシウムを取って頑張ろう。さあ行くぞ。釣り場に人が多いとおすすめできませんが、釣り場状況によって可能な時もありそうです。少ない予算でせこい釣り。なぜならこのチャンネルはチッフィッシングですよ。えげー、チッフィッシング、チッフィッシング。さて今回は生きた餌を使用してコウイカを狙います。動画を始めてから釣果に恵まれないというあるある地獄に悩まされていますが、それも実力のうちです。それでもブラックバス時代から比べるとさまざまな獲物たちとの出会いがありました。ありました。このバスベイト、海で使ったことはありませんが、こんなものでも魚は釣れます。そしてこんなものでも釣れちゃいます。しかし実際にこれらを使用してみて、ほんまにこんなもんで釣れんのかいなって思いませんか。挑戦するだけバカらしいなどと思ってしまいますよね。ルアーフィッシャーマンにとって本物の餌を使うなんて本来ご法度なんでしょうけどね。今回あえて挑戦です。以前餌と疑似餌ではどちらが釣れるか考えたことがありましたが、今回改めて新企画挑戦となっております。しかし一番ネックとなるのは仕入れです。餌となる魚を入手しなければなりません。現場到着後すぐに始めたとしてもスタートが遅れます。エギンガーたちを横目に見ながらすぐにでも始めたいところですが、慌ててサビキ仕掛けの準備を始め、急いで竿を上下する。それでもすぐに釣れてくれたらいいですが、こんな時は例によってなかなか釣れません。生き餌でなければあらかじめ用意しておいて餌巻きすってを使い釣る方法もあります。もちろんこれでも釣れるのですが、こっちの方が確率が高そうです。今回この企画に踏み切ったのは、今年の状況として昨年よりもさらに釣れにくくなっている、そんな状況も加味してのことです。これは強敵だな。何としても昨年以上の実績を上げる、いやこっちじゃなくてこっちです。どこです？ポイントは餌になる魚をいかに早く釣るため仕掛けを手早く用意して魚を釣り上げるのかという点です。サビキの針は小さいものにして、終魚板は自作のものも含めて3個から4個くらい取り付けて釣ります。針は8本のものを使っています。こんなサビだらけだと釣れないのではと思われるかもしれませんが、ちゃんと釣れます。しかし引っかかりが悪い時などは新品も使いますよ。なぜなら今回のターゲットはこちらではなくこちらの方なんですから。よろしく頼むぞ。
フィッシング。飲ませ釣りの仕掛けですが、針付きのものを使用する場合、大きさの他に長さと強度も確認しておくのがいいでしょう。ハリスの長さが短いと当然魚が動き回れる範囲が狭くなります。長すぎると扱いが難しくなります。お使いのタックルとご相談ください。今回はオリジナル仕掛けで大イカを狙います。以前はチヌバリ5号くらいのを2本使ってましたが、もっと簡単にかかるようにしたいんで、針の種類を変え組み合わせで作ってみたいと思います。魚の負担が少なくなるようにできれば軽めのものを使いたいですが、フッキングも重要です。とりあえずタコビーに使って実績が高く細くて大きめのメバル専用12号を使ってみます。この針もこんな使い方をされるとは想定されていなかったでしょうけどね。意外といろんな場面で使える針です。チヌバリもたくさんあるんで混ぜて使ってみたいと思います。今回コウイカ釣りに使う針については、軽くてかかりやすそうなものを基準に選択することだけを考えて、あるものを使います。あるものを使う、それがキンクフィッシング。キンクフィッシング、というわけでチヌバリとメバルバリを中心に組み合わせ、2本針セットと3本針セットを準備していきたいと思います。 LINE はチープフィッシャーマンなら余った道糸の再利用ですよね。ねえ、しかし実際問題としては巻き癖がひどかったり太すぎたりすると多分魚も困ってしまいますよね。LINE に関してはチープラインを使うときはしっかり伸ばして使うとして、こちらの100均ハリスも使ってみましょう。ハリスなら多少でも巻き癖も少なく、細くて軽くなる分お魚ちゃんの負担も軽減できそうです。以前は2本針のものしか使ってませんでしたが、今回は2本針の間隔を空けてもう1本追加してみましょう。これでどう？1本だけ結んだ針を別に作って2本針の方に結びつけるだけです。針の結び方は大丈夫ですか？手袋が邪魔で結びにくいんで分かりにくいかもしれませんが、別動画のご用意もありますから、結び方がわからない方はそちらをご参照になってみてください。簡単に結べるようになると思いますよ。位置関係が分かりにくいですけど、針3本で小魚をかける感じのイメージです。結びつける方法はユニノットにしてます。このような仕上がりになっております。ちょっと分かりにくいですけど、仕掛けは誘導式にしてもいいですが、魚が絡みやすかったりもするので直結式で行こうと思います。こんな感じで行こうと思いますよ。シンカーはナス型をつけていますが、元気なお魚をつけて泳がせるのなら中通し重りの方が良さそうです。中通しで魚が浮いてくるようならナス型をつけるといいでしょう。今回は飲ませ釣りでコイカを狙いますから、大抵フキングを狙うべきでしょう。針の1本は鼻にかけて使います。もう1本は背中にかけています。さてどんな結果となりますやら、こうご期待と。とりあえず餌はなんとか入荷しましたんで、日本針を先に使ってみることにします。餌の魚が生きているうちは竿先が小刻みに震えるので分かります。しばらく泳がせてみて動きがなくなったらテンション張ったり仕掛けを上げて餌があるか確認しましょう。餌の魚が死んでいたとしても釣れないことはないでしょうけどね。そもそもこの仕掛けは餌の魚が死んでいることが前提ですよね。だとしても餌がついていなければ釣れる可能性も低そうです。さらに餌を確認する理由は、海底にこの状態のまま放置すると
この人のごちそうになること受け合いです。しかしこの人たちならまだしも、こっちだともっと厄介です。こいつは死んで乾燥していますが、それでも触ると危険です。ましてや生きているともっと怖いです。どうやって外すのよこれ。小魚をしっかり丸飲みです。あんまり使いたくないけど、念のため魚つかみは用意しておきましょう。こっちはもっと使いたくないですしね。まあこちらが妥当でしょう。とにかく生きていようと死んでいようと、このように生えている毛に触るとしばらくチクチクするようです。危ない。ぶら下げてみたりして、シルエットが素敵でしょ、恥ずかしがったりして。この釣りをするメリットといえば、置き竿にしておける点でしょう。もちろんリールのドラグは緩めておきます。ドラグを緩めるのを忘れると、毎度おなじみ海のギャングたちに道具を持っていかれかねません。飲ませる時間を考慮するなら、ゆるゆるでいいでしょう。コイカの場合でも結構引き込みます。イカがかかるとこの程度の当たりではなく、グイッと引き込むことが多いので、すぐにわかります。置き竿にしている間、隣でヘディングしていてもいいんですが、付け替え用の次の餌を仕入れておくため、サビキをするのも仕方ありません。従いまして、残念ながらかなり忙しいです。サビキをしながら横目で置き竿をチェックしておくようにしましょう。当たりの前触れとして小魚が暴れだし、心なしか竿先も忙しくなります。お、やっと当たってきましたよ。残念、合わせが早すぎたのかな、乗りませんでした。やはり日本針だと難しいのでしょうかね。本来通常のイカの仕掛けだとこんなに針があるんですから、たったこれだけの針だとやはりかかりが悪いんでしょうかね。予定通り3本タイプも使ってみましょう。尻尾の方がなくなっているんで、お腹の方にもつけてみましょう。ベイトはしっかりいるようなんで、食ってくるのでしょう。しかし画像で見る限りは、すぐ当たっているように見えますけど、実際は当たりは半日に一度だけです。周りもあんまり当たってないようです。お？今度こそ。マジか。当たりがあると慌ててしまって、早く上げすぎてしまうようです。釣りはのんびりと。ちょっと当たりが少なすぎるんで、置き竿を2本にしてみますね。複数の竿を使用する場合、周りの方の迷惑にならないように十分ご注意ください。それとラインが近すぎると、互いに交差して絡み合うため、余計釣りにならなくなったりするんでご注意ください。手前と大きめに投げておくとか、進化を重めにするなどして絡み合うのを避けましょう。時間の経過を表現してみました。クラゲはいっぱいいます。お、これならどうだ。マジか。頭側の場合もあるわけか。当たり前といえば当たり前ですが、まだまだ未熟ということか。やはり前後と真ん中にバランスよく釣り針を配備する方がいいのかな。いや、単に合わせが早すぎるのかも。やはりじっくり待つべきか。迷宮入りですな。ちょっとまずいかも。意外と手こずってしまいましたな。お、待って、ちょっと待ってね。まだまだ、まだまだ。お、もういいかな。こいつは厄介そうじゃな。見透かされてるのか。
ますますわからん。しかし実はもう一本の竿も当たってたのは気になってたのよ。もう当たりが止まってるけど。そんな。エサ確認も兼ねてあげてみよう。よろしくお願いします。引き込むぞ。注目の結果はよし、ゲット。ここでこいつと出会うとは。なんとか一矢報いましたな。よかった、おめでとう。長かった戦いもこれで終わり。それではまたお会いしましょう。した。ちょっと待って。あ、しばらくお待ちください。まったく、最初から降伏せ。危なかった。なんとかブレイクせずに済みました。これだけ苦労したのにバラしてたら再起不能です。なぜバレなかったかというと、めっちゃ飲み込んでました。仕掛け回収です。それではまたお会いいたしましょう。チープな仕掛けをあなたの元に。それじゃね。チープ安いでした。バイバイ。